はい、どうも、親父でございます。今日はこちら、千葉のね、ご当地ラーメンの一つでございます。元祖勝浦式担々麺、名店江沢さんのラーメン。こちらね、玉ねぎ入ってるんでね、お店で食べたことないんですけど、今回ね、こういったものを売ってたんで買ってみました。それがこちら、ダダ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 バーン。とりあえずね、具材は本当は玉ねぎ入れないといけないんですけど、まあ、親父苦手ということでね、キャベツとひき肉入れております。それでは、いただきます。もうちょっとやばい。結構時間経ってる。よいしょ。手間取ったわ。いや、いい感じ。でも逆にいい感じになってるな。ちょっと段取り悪かった、今回は。さ、プースーからいこうと思います。あー、辛い。辛いけどうまいわ。先ほども言いましたけど、玉ねぎ嫌いで本店で食べたことないんですけど、これが本店の味ならもちろんのこと、お店の味ならね、お店の味ならもちろんのこと、これがね、もうお店よりかなり劣化してたとしてもね、かなり美味しいわ。辛いだけじゃない。ちょっと食べていこう。いろいろね、お店の情報も言いたいんですけど、細麺、あっかい。だから米持ってきた。若干麺はやばいんだけど、そもそも固めに仕上げてたからまだ大丈夫。あ、これうまいわ。勝浦式っていうぐらいで勝浦なんで、キャベツがまた甘みがあって美味しい。勝浦にあるんでちょっと遠いんですよ、正直なところ。だからなかなかお店には行けないんだけど、これうまいな。これ具がなくてもいいわ。スープが美味しい。とにかく麺が細いから伸びていくわ。お肉も結構入れたよ。200g ぐらい入ってる。ひき肉、あ、キャベツが合うわ。麺は2玉。辛っ。辛うま。でも毎年恒例のカラカラ魚とかと比べると全然辛くない。カラカラ魚も今年食べてないんだよな。ひき肉がちょっと大きめに。一応ね、ちょっと、もうちょっと綺麗に。卵入ってる。
ちょっとご飯の方に入れとこう。うまみがあるからご飯にも合うわ、スープが。キャベツあり。これは絶対熱い。もう2人前だとね、丼に入らないんで鍋にしました。ああ、うまいわ。でも これうまいな。卵をね、もうここで。うわ、この汁のついたね。いや、アメージング。ラー油と豚ひき肉の脂がちょっと出ちゃってるから結構こってり感が出始めてるな。でもうまい。ちょっと水。水がうまい。これラーメン食べ終わったスープでご飯炊きたいな。辛いだけじゃないのよ。これ卵の白身食べてて思ったけど、豆腐入れてもいいわ。麻婆豆腐みたいに。
スープと卵の黄身が絡まったご飯がうまい。あっ、止まらない。口の中にご飯を入れてスープごと麺をすすると、これがまたうまいわ。卵の黄身とご飯がついたところね、ここね、逆で見せたいな、ちょっと逆で見せたい。あら、なんとか見せたい。ここね、ここね、うん。ここね、ここを口の中にご飯も、そしてメンジャーが、うん、アメージング。もうちょっといくらもないんですけど食べちゃいますね。はい、ってことでね、ごちそうさまでした。とても美味しかったです。今日はこちら名店伝説千葉のね、ご当地ラーメン元祖勝浦式担々麺江沢さん、こちらのラーメンいただきました。本当はこのようになるんですけどね、ここにこだわって再現しましたと、ってことでいろいろ書いてあるんですけど、まあ先ほども冒頭でも言いましたけど、お店食べてないんですけど、これ相当うまいです。辛みもね、うま辛でね、とても美味しかったです。うん、ぜひね、まあ、千葉以外はちょっとあるかわからないですけども、とても美味しいんで、皆様お店で見つけたらお試しください。うん、以上でございます。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイ。